Sports. It's in the game.
ここでの連敗は避けたいですね。そうですね。フランスのボールで試合が開始します。福西さん、こうした代表戦に招集されることは選手としてこれ以上ない名誉だと思いますが、どんな気持ちで試合に臨むんでしょうか。人それぞれだとは思いますが、代表として恥ずかしくないプレーを見せたいという気持ちは誰でも持っていると思います。普段は国籍なんて意識しませんから、代表戦は特別な雰囲気がありますね。グリーズマンがドリブルで持ち込みます。ここは枠内に飛びません。フランスのスターティングメンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。フランス代表のスタメンもご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。グリーズマンのクロスだ。ロリスが防いだもののプレーは続いています。ムバッペ、カウンターも狙えます。カウンターのチャンスが続く。ベンエデル、ベンエデル、ポグバ、ドリブル、パス。選択肢は一つだけではありません。パスをカット、いい読みでした。外に開いたグリーズマンへのパス。ムバッペ、クリーンなタックル、ボールを奪いました。ラファエル・バナーヌ、アントワーヌ・グリーズマン。フランス前が空いている。ここはしっかりクリアしました。ここから狙うのか。カンテがボールをキープできません。ウスマン・デンベレ、ムバッペ、ボールを運んでいます。おっと、どうしたでしょうか。マークを外したらいけません。クリアが小さい。うまくクリアしましたが味方につながりません。ボール、ポグバ、アントワーヌ・グリーズマン、ムバッペ、ポグバへ渡る。決めれば勝ち越し。デンベレの先制ゴールが炸裂。最後は至近距離からのシュートでしたね。さすがにあれは外す方が難しいでしょう。キックオフから試合再開。フランスがリードしています。ウスマン・デンベレ、クレマン・ラングレ、ポール・ポグバ、カンテ、アントワーヌ・グリーズマン。じっくりと出しどころを探しています。ウィサン・ベン・イェデル、ピンチを出します。エルナンデス、ポグバ、ウスマン・デンベレ、グリーズマン、見事なロブパス。ムバッペ、このシュートを弾いた。グリーズマンのコーナー。
クリアが足りないか。コマン、チャンスにできるか。グリーズマンのクロスだ。クロスが通れば大きなチャンスでした。ムバッペ、グリーズマンにチャンスです。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。シーズンも終盤に入りますが、降格の心配はなさそうです。チームは頑張っていますね。そうですね。優勝は厳しい位置ですが、一つでも上位を狙いたいところです。こちらがバイエルンミュンヘンの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ボール奪取が鍵になります。フランス代表のスタメンをご覧ください。一般的な4-3-3ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。流します。フランスに対してファールがありましたが流しました。エンゴロカンテ、グリーズマン、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。ボールへの寄せが非常に速い。ムバッペ、ゴール前はどうでしょう。フランス、バイエルンミュンヘン、パスをつなげない。これは見事なインターセプト。キミッヒ、アルカンタラ、フランスボールになったようです。今日は実力拮抗の面白い試合になりそうです。バイエルンは強敵を相手に迎えています。ウーゴロリス、ポグバ、ポグバのボールロスト、ウスマン・デンベレ、うまく読んだインターセプト。
デイビス、ペリシッチ、これはミスになりました。スローインです。サイドからの攻撃を狙います。ポグバからのパスは通りません。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードはバイエルン。厳しいチェックでした。これはイエローもしょうがないでしょう。ここはゴールキーパーの好判断。フランスからのスローインでゲームが再開されます。ポグバがプレッシャーを受けています。ボールを失いました。ボールは外に出ました。スローインです。キミッヒ、バイエルンミュンヘンがボールを失いました。フランス前が空いている。このピンチはクリアでしのぎます。キングスレイ・コマン、ムバッペ、いいところを見ていました。今のパスを止めていなければあわやという状況でした。ムバッペ、副審の旗が上がりました。オフサイド。バイエルンミュンヘンのフリーキックになります。始まった。動いてます。バイエルンミュンヘン、パスをつなげない。このパスはカットされました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。バランが狙われています。ポール・ポグバ、グリーズマンがスルーパスを出しました。コマン、いけるか。フランスが決めました。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。試合はフランスがリード。キックオフから再開されます。ラファエル・バナーン、エルナンデス、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。深くえぐっと止める。止めます。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。コーナーキックが入ります。
もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。ここはカウンターのチャンス。カウンターアタックが終わっていません。ボールを守っています。ボールをダッシュ、寄せが早い。パスをサイドに送ります。ボールは現在バイエルンミュンヘン。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。キミヒ。バイエルンミュンヘンがボールを失いました。おっと、これは面白い。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。エンゴロカンテ、アントワーヌ・グリーズマン、ムバッペ。グリーズマンがいい位置にいる。ポグバ、決まった。ゴール、フランス。Threatened like that, you know you're better than average. Oh, no, 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 the hate, but it's all my fault. But you know,